せっかくやからその灯台はちょっとわからんで、巫女の松原でしたっけ、あそっちの方に行ってみましょうか。沿線もオレンジ一色ですよ。ここは清水美穂郵便ですね。おおおおお、あっつつつつ、あっつつつ、日本のプライド。はい、これや、こんなに突っ込みにくいの来たな。なんか成田的なものとブルボン的なものが混じって、あ、そっか、美穂だから一応まあ美穂だよってことか。きっと多分ブルボンにすると問題があって、あ、ブライアンいいやんって、語呂的にもいいやんっていうような感じの音かな。人も豚骨ラーメン屋さんっていう外見じゃないから言われやんがわからないけど、ただ看板のインパクトだいぶありますね。ミホノブライド、まだやってないですかね。とかやってるのかな。あ、休業、あ、当店はもう休業に入っちゃうんだ。あ、残念ですね。31日まで長いな。ついでにマグロ食えるところがあったらマグロ食ってきましょうかね。やっぱ清水といえばマグロですからね。そうそうそう、まあ、普段から、マグロレストランでお前マグロ食っとるやろって話なんですけど、マグロはねどんな企画だってね全然持たれたりしないですからね。よし、で一応ここの先行ったら美穂の松原っていうのがあるらしいんで、その世界遺産ね見ときましょう。そう、本当はね清水で寄りたい場所あるんですよ。天丼屋さんでね、それこそその静岡の動画をアップロードした時に、あ、ここのお店美味しいですよって、視聴者様がね教えてもらったところがあるんですけど、本当はねちょっとそこに行けたらいいんですけどね、さすがにねこんだけ感染拡大のどうのこうのってねわーとは言ってるところの中なんで、まあできるだけねあまり地元のねその地元の方が集まるところにねそのポンと入ってね、ばらまくようにみたいな形にね、取るとね、まあまあまたいろいろうるさいじゃないですか。個人的な意見が隠れしてる感じがね出てると思いますけど、それによって起こるリスクは何パーセント上昇するのかっていうとね、言いたいところだけど、でそんなことね日本で言っちゃダメなんですよ、ですからね、まあほやで、まあ、まあ普通にマグロ会館でね食べようかなぐらいで思ってるんですけど、うまいことあったらねそこに入った方がいいかな。まあ歩いて1時間なんでね、全く行けん距離ではないですからね。で、この先なのかな。ちなみに港の方行ったら富士山の展望台なんかもあるらしいんですけど、もうね確実に富士山見えないんでやめときます。そこはね、でまだ触れ合い広場か。今回これまたこれで土日宿は美穂山の手線に込んでて、でもまあ結構本数多いんですよね。まあ便利は便利ですよね。これにプラスあっちに走ってるのもありますからね。あ、走ってるって水上バスもねあって、それでショートカットもできるんで、あ、これは水族館まで行くやつなんだ。そう、なんか水族館まで行くやつと、あの手前の車庫で泊まるやつがあって、まあ今回ね、たまたまですけど、その作事、そう、あんな感じで今言ったみたいに、車庫止まりのやつと、私が乗ってきたのはね車庫 で終点なんですけど、その先のね水族館の方まで行くやつと走ってるみたいですね。で
回ね、うちの目的地はあの佐久神社でしたんで、まあね、あのたまたまその車庫前で、でも大丈夫だったんで、美保車庫前で乗ってきましたけどね。でもあっちの方になると半分ぐらいになるのかな、バスの方はその先の方に行くのが。ですから結構そのサッカー練習場の方に行くんだろうな、ね、サッカー関連なんだろうなっていう人も降りて、そこからグラウンドの方に歩いてましたね。ただね、暑いしジメジメしてんだけど、撮影的には良くない、風がいっぱいあるんで案外過ごせますね、まあ、こっちの方ちょっと潮風なんでね、だいぶ腹は潮を浴びてますけど、もっともっともね、どうしましょう、駅間散歩ならずバス停間散歩でも命名しましょうかね。バス停間散歩いいな、語呂は悪いけどめちゃくちゃやりやすいぞ。バス停の間なんて歩いて全然余裕できますからね、まあ次のバスを待つ間にそういうのをやってもいいかもしれませんね。さあちょっと天気がね、ちょっとまた雲行きが怪しくなってきたんで、おっとさすがにあのこの美保からまるっと歩くとしんどそうなんでね、これで、でもバスもここで降りてく方多かったですからね、さっきの松原口に、こうなったら三浦屋さん11時半からなんだ、あ、で案外すんないというかな、美保の松原、これが美保の神社、あ、この美保はこの美保神社は面白いですね。これまあ、あの稲部神社とかね、他の神社でもまあ時々あるやつですけど、感じがやっぱ違うんですね。うわー風が出てきた、うわーすごい風、それで美保の松原で、美保神社はこの字で神社なんですね。いやーやばいやばいやばい、えらい風が出てきた。で松原はこっちでいいのかな、ここまっすぐ行った方が良さそうだね。うわ、しかし方が今壊れてるんで、あ、でもここもずっと、あ、こっちからこう行ったらいいんだ、へえ。ちょっと行ってみましょうか。もうなんか雨降ってきそうで怖いけどな、軽くは当たってきてるんですよね。あ、当たってきたな、あ、当たってきた、ダメだ、やべ、ちょっともうバスに乗ってあれ行きますわ。あ、ダメだダメだ、すげえ降ってきた、よいしょ、よいしょ。いやー、ざっと降ってきたんでね、雨よどりしてますけど、一応、15分後ぐらいにね、今50分なんで、11時3分にね、清水駅のバスが来るらしいんで、これちょっと雨宿りしようかなと思ったら晴れてきたな。ちょっと雨雲の様子見てあれやな、せっかくやからあっちまで回ろうか。またキャプチャー画像入れときますけど、今のね本当にすっといった通り雨やったみたいですね、なんで、戻ってちょっとあそこだけ見ましょうか。
まあ、30分に変わるってことなんで、次のやつでも、まあ、あの1、2時間はこの晴れ間続きそうですからね、大丈夫そうですね。ちらっとじゃあ見ていきましょう。よし。